ジオンハイ自動車略称タコは乗用車と商用車の製造開発を行うベトナムの企業。ホーチミン市に本拠を置き、創業者であり、会長であるズオンはベトナム自動車業界のパイオニアの一人と考えられており、タコはベトナム自動車製造業者協会のメンバーであり、2021年時点で国内シェア26.1%を占める。 ベトナム国内での大手自動車メーカーのうちの一社である。自動車以外に工業団地向けのインフラ、不動産、農業機械、大型ショッピングモールやコンベンションセンターなど商業サービス分野でも事業を展開している。この他、港湾サービスや物流、倉庫、陸運、海運会社、投資事業などのグループ企業を数多く抱える。タコが製造する。 主な車両は乗用車貨物自動車バス特殊車両で構成される。クアンナム省ヌイタイン県にあるチュライ経済特区でギアとの合弁事業の生産が行われており、グランドカーニバルは太陽国へ、ソルートはミャンマーにそれぞれ輸出されている。また、マツダとの合弁企業、ビナマズダを通じマツダ社の生産が行われている。2020年にタコは小型二輪市場に参入し、 不条のスクータージャンゴを生産している。サコタオナー950サコヒュンダイ HD270。ありがとうございます。